エステルとモルデカイ、アールトデヘルデルが、モルデカイの外旋、ピーテルピーテルズラストマンがモルデカイは、旧約聖書の登場人物。バビロンから流刑後、エルサレムに帰還した人。以下、すべて参照聖句は、エステル記による。エステル記に登場する、ベニヤミン人。エステルのいとこで、養育者。聖書によれば、クセルクセス王が、新しい王妃を選ぶためエステルも招かれたとき、 モルデカイは彼女に自分の民族のことは話さないように勧告した。モルデカイはエステルの安否を気にかけ、宮殿の前を行き来していた。モルデカイが王宮の門に座っている時、彼はカンガンビグタンとテレシュが王を殺そうと企てているのを知り、エステルを通して王に告げた。ハマンが高い地位につき、王はハマンに敬礼するよう命じていたが、ユダヤ人のモルデカイはそうしなかった。 それにハマンは激怒し、国中にいるモルデカイの民族ユダヤ人を絶滅させようとした。それを知ったモルデカイは深く嘆き、エステルに王と交渉して、ユダヤ人が滅ぼされないよう懇願するよう指示した。それは危険な行為だったが、モルデカイはエステルを説得した。クセルクセ像は、ある日、宮廷日誌を調べ、モルデカイが過去に王を殺そうと企てた観官,官たちの、 悪事を報告したことに関して、まだ褒美をしていないことに気づき、彼に、どのような栄誉を与えるべきか、ハマンに相談した。ハマンは、自分が栄誉を受けるものと思い、往復を着させ馬に乗せて、人々の前で栄誉を与えるよう提案した。それで、モルデカイは、そのような栄誉を受けたが、ハマンは悔しい思いをした。その後、エステルによって、ハマンの悪事は暴露され、 モルデカイを処刑するために用意されていた杭にハマンはかけられ処刑された。モルデカイはハマンに代わって高い地位につき王の権威を行使しユダヤ人が自衛する権限を与えた。こうしてユダヤ人は滅びに至ることなく済み敵から勝利した日を祝うようになった。モルデカイも記念日とするよう布告した。この日はユダヤ人の間でプリムと呼ばれ祝われるようになった。 ありがとうございます。